久保さん。まあ、合宿終わってから、なんか2年ぐらい経ってるんですけど、全くその気配を感じないですね。僕たちが合宿してるみたいな。多分合宿参加者の中で一番、あれじゃないですか。合宿に意気込みがあるじゃないですか。合宿前も。合宿前もね、300本ぐらい取ってたと思うんですよ。合宿。プロダクトローンチって5、6本じゃないですか。 久保さん <laughs> なんか商品売るのプロダクトローンチ5こ6本ですよね。僕300本ぐらい撮ってなね <laughs>。プロモーション動画。プロモーション動画300本って意味わかんないですよね <laughs>、まあ。ということで、まあ、今回はね、あの異様であれと。異様であれと。あの、なんだろうな。 ハローワーク行っても月収100万っていう求人はないだろうし、タウンワークの雑誌見たとしても月収100万っていうね、求人広告、まあないですよ。まあ営業の仕事だったらね、やる気あればやる気次第で何、いくらーみたいなあるかもしれないですけど、普通のね、例えば事務職とか、普通のなんかその、工場勤務とか、トヨタとかね、なんか、給料35万からとかね、35万すごいぜ、みたいな、 まあそういうのが、まあベターじゃないですか。だから月収100万デフォルトとかは多分ないんで。でもその月収100万を稼ぎたいってことは、その尋常じゃない世界なわけですよね。一般の求人広告からすると。だから、異様な結果なわけじゃないですか。異様な結果出したいんだったら異様にならないダメですよね。一般の考え方、一般の行動、普通の人の、うーん、なんだろうな、量でね。 僕は無理だと思うんですよねうん、まあ、僕と久保さんは分かりやすく動画という数で表してますけども,も別にその結果を出してる人って一般の人より普通の人よりあの動画の数が少なかったとしても考える量は確実に多いです考えてる量間違いなく何かしら量はね人より圧倒的にやってますよ考えてる量はもう相当考えてます だ、うん、から今ちょっと堀江さんの,みあの動画昨日からちょっと見てたんですけどすごいですねなんか堀江さんの基準なんか面白かったのがあのもう寝る前はそのもう力を残したくないみたいなこれすごいなと思ったんですけどもう,もうベッドに倒れるように寝たいとだから <laughs> もう鬼のようにやってるや,やるというか考えたりとかいろんなアウトプットしまくって、まあ、堀江さんもねなんだかんだ言って ね、ホリエモンチャンネルも十10年ぐらいあと堀江さんがね堀江さんが10年ずっとねメルマガの原稿書いてるとかね動画ずっと続けてるわけじゃないですか考えてほしいですけど <laughs> あのライブドア時価総額いくらわかんないですけど忘れましたけどあんなぶっ飛んだ結果を出した人ですらそれだけ10年続けてるとかね <laughs> メルマがずっと続けてるんですよ。やばないですかすごいなと思います。だ,だから、その、それを書くためにインプットをめっちゃしてるし。だからね、やっぱ、普通じゃないですよね。<laughs> 10年続けられますかでも、堀江さんからすると、これ普通に続けてるというか、多分普通なんじゃないですかね。でも、一般の人から見ると、ね、YouTube 始めても10年続けられますか 多分まあ1ヶ月持たないですよね、久保さんね。<laughs> やりますっつってね。1ヶ月ぐらいやってね、みたいなね。メルマガもね、もう書くのめんどくせえ、みたいな。ようやく僕ねブログ毎日更新が1年3ヶ月ぐらいかなりましたけど、いや、まだまだ堀江さんに勝てないですね。堀江さんが死なない限りちょっと勝てないですね。だからそのブログ更新やっぱ30年ぐらいやらないとダメかな、みたいな。もう、もはや。<laughs> もうね、やっぱね、やってますよ。 うんだからまあ、その事実がある以上仕方なくないですかなんかそのすげえぶっ飛んだ結果出してる人。だって僕ね、久保さんも僕も絶対あのライブドアみたいなね、時価総額何,何百億みたいな会社作れないですよ。作れます <laughs> 絶対無理うん。そこは申し訳ないですけど無理ですね。うんだそんな人がね、普通にね、継続してやってるわけじゃないですか。 で、なんか、疲れるまで寝る。疲れるまでやるみたいなね。ぶ、ぶっ倒れて、とこにつきたいみたいな。なんかもう、基準値が違いますよね。でみんな楽したいわけじゃないですから。<laughs> いや、でもねさ、堀江さんはわかってると思うんですけど、最高に幸せに寝る、最高に熟睡して寝るためには、どれだけ疲れるかっていうところなんですよね。だから、最高の睡眠っていうのは、ベッドでもなければ、あの、まあ、ちょっとはか、もちろん関係はあるよ。ベッドとかね、枕とか、それは関係あるんだけど、自分の状態なんですよ。 僕から言うと。だから、ご飯も最高に美味しく食べるのも、どれだけ腹減ってんのかっていうところと美味しく食えるだろうし、寝るっていう、寝るっていう人間の最も重要な寝るっていうところが重要じゃないですか。寝なかったら死にますよね。一年寝ずに生きていけますか無理ですよ、多分。人間は寝なければ生きていけないんで、多分。うん。じゃあ、その寝るっていうのはすごく重要な活力につながるわけじゃないですか。睡眠って。すごい、 あうーん深い熟睡するためには、深い考え、深い行動。だから、だからそうさ、それ分かってるんですよね、堀江さん。だそれすごいなと思いますね。うーん。まあね、堀江さんが、その、寝るときにね、これ面白いなと思ったのが、もう、倒れるように寝たいっていうね。これ結構ね、僕、名言だなと思いますね。倒れるように寝たいっていう。<laughs> すごいなっていう。 まあ僕のこれは見解ですけどね。なぜそう,そうしたいのかっていうと、最高の睡眠を得たいっていうことですね。うんやっぱね、満腹の状態で、めちゃめちゃ満腹の状態で、どれだけ美味しいステーキ出されても、めちゃめちゃ美味しく食えないですよ。腹マ,マックスでね。腹マックスでもう食えないっていう状況で、まあ、その日本一最高クラスの英語かわかんないですけど、特上ランクのステーキが目の前に出ても、 おいっぱいいですよみたいな話し,て美味しく食えなくないですか絶対無理。まあ大食いできる人だと分かんないですけどね。ギャル曽根とか分かんないですけど。人間っていうのはこのバランスなんですよね。うん。まあいいや。いってらっしゃい。